はい皆さんこんにちは青島です。今日はトミテックの新製品が昨日発表になりましたのでそちらをご紹介していこうと思います。ではスタート。昨日は12月の第2木曜日でしたのでトミックスさんから、えー、新製品の発表がありました。でポスターの方が、えー、ありますのでそちらを見ていこうと思います。えー、今回は2種類2種類のポスターがありました。1枚目がこちら。 はい、2021年3月から5月発売予定の新製品で機関車とディーゼルカーと新幹線、と209系通勤電車ですね、ででもう1枚の方が、えー、機関車とおキハ81系、えー、こちらが発表になりましたので1枚ずつ確認をしていきましょう、はい。まずこちら1枚目、新製品ということで左上から順番に見ていきます。国鉄 EF60 型電気機関車 シールドビーム改造一般色と電気機関車特急色それから電気機関車二次型茶色こちら3種類 EF60 型電気機関車が登場いたしますでその下これは二次型茶色とつなげて貨物急行列車を再現しようということで国鉄急行型貨物列車が登場いたしますこちらすべて5月発売予定のものですで次右側 北海道ですね JR キハ261系5000番台特急ディーゼルカー浜ナスピンク色が特徴の JR 北海道の特急ディーゼルカー浜ナスこちらが5月に発売予定です次その下九州新幹線800系1000番台こちらはどうもライトの形状が変わったものが今回3月に発売されるようです でそのお隣、JR2009 系通勤電車、えー、こちらが5月に発売の予定です。ということで、1枚目はね3月と5月、まあ、ほぼ5月でしょうね、のの発売予定の模型5月に発売予定の鉄道模型が載っております。で2枚目 こっちはもうこれあの翼ですね翼 EF71 型新規作成とキハ81系翼製品化決定というチラシが載っております、えー、これは何でしたっけ大本線本線を走る特急ツバキハ81系を使った特急ツバを再現できるようなあ製品がラインナップされているということです、えー、キハ81系ディーゼルカー翼とそれを確かね大本線の峠 板や峠を越える時にこれ前にくっつけたんじゃないでしょうかね EF71 っていう電気機関車をそ,その峠を越えるキハ81系を再現するための機関車のおそれぞれが発売になるようです。ちょっと僕ここら辺の時代のことはあまり詳しくない1968年頃と書いてありますが、まあ、そういった昔当時の、えー、この何んですか峠越えの機関車をディーゼルカーの前にくっつけるというこの えー、方法を再現できるということで当時のファンの方は、ね、すごく楽しみなんじゃないでしょうかこちらも5月発売予定で,す 1> では1個ずつ見ていきましょうかまずは、まあ、電車から電車じゃないまずは一番目立つキハ261系からいきましょう。 実写ガイドですキハ261系は JR 北海道の特急型ディーゼルカーで2006年から登場した一0 0 0番台は現在も装備が行われ道内の主力特急車両として活躍していますという車両のようでございます、えー、ここがポイントを読んでいきましょう従来の一0 0 0番台と異なる側面、つまいた屋根上、スカート、各部、新規で7自車に準じた各車体を再現 まあ窓上に繋ぎ目がなかったりビードがあったり軽的用のスリットがあったり均等に並んだ屋根上のビードがあったりこちらがま新規作成ということになりますで次ポイントに車内の方もねしっかりと再現されているようですフリースペースキハ2615101型ハマナスラウンジの特徴的なシート配列を再現 261K5101 型の多目的室や販売カウンターも再現ということで最近のトミックスさんこういう中もしっかり再現してくれるということが特徴的ですけれども今回もこちらハマナスの,そのラウンジとかカウンターなんかもしっかりと再現してくれるようです。はいということでこちらセット内容ですけれども特急オホーツク2020年10月頃の姿を再現したセットです。 JR キハ二百六十一系五千番台特急ディーゼルかハマナスセットこちら、えー、セット量数五両で税込み一万八千四十円となっております。じゃあ次新幹線いきましょうか新幹線です JR 九州八百系一千番台九州新幹線こちらは、えー、博多鹿児島中央間の九州新幹線内で活躍する八百系。 1000番台はヘッドライト外観側面ラインなどが0番台と異なり特徴的となっておりますと書いてあります、えー、製品化特徴ここがポイント11000番台をリニューアル各所に配されたロゴを印刷フック U 字型通電カップラーを採用となっております、えー、九州新幹線が、えー、好きな方なかなか。 今回ちゃんと0番台と1,000番台をね、えー、作り分けてくれたということでこ,こちらも楽しみなのではないでしょうか、えー、気になるお値段です、えー、九州新幹線800系1,000番台セットセット量数6両で税込み価格2万790円となっております、はい、以上九州新幹線でした、まあ、続いて電車いきましょう209系京浜東北線 はい、二百九系は千九百九十三年に登場した通勤電車です。ということで、百三系のね置き換えを目的に登場した列車です。製品化の特徴でここがポイントを読みましょう。今回は前頭部にホーム検知装置の追加された姿を再現。写真にね赤い丸がついておりますが、これがついたということになります。これで新製品ということなんでしょうか。そんなことはないかな。まあ M 十三モーター採用とかね、まあそういった。 えー、その他いろああいろいろ製品化特徴書いてありますね。えー、まあこう,こういったところが従来品と、えー、変わっているということになるようで、えー、92329とか92330、8917は生産中止となるようです。はい気になるお値段です。えー、209系0番台通勤電車基本セットが4両で税込み16,720円、増結セットは6両で16,660円となっております。 以上209系でしたはいそれでは EF60 型電気機関車いきましょうかこちらちょっと実写ガイド僕もあまり詳しくないので実写ガイドから読んでいきますはい、EF60 は1960年に登場した電気機関車で旧型電気機関車を置き換え主に貨物列車の権威に活躍しましたゼロ番台は当初 茶色塗装でしたが後に青色の一般色に変更されました EF6500 型は寝台特急列車牽引用として1963年に14両が登場し EF65 EF65 型の登場以降は一般型と共通で使用されました500番台は光年塗装が一般色に変更されヘッドライトが1等型の車両の一部はシールドビーム2等に改造されましたと 書いてありますはいですのでまずここがポイントで500番台のヘッドライトがシールドビーム2頭に改造された晩年の姿を再現と書いてありますまあ、1頭式だったものが2頭式にね変更した後の姿が今回発売になるようです7146とか7147、7148それぞれ製品化特徴が書いてありますので気になる方はトミックスのホームページでチェックしてみてください ではいきましょう気になるお値段です、えー、まず EF60 ゼロ型次型茶色こちら税込み7920円です次、えー、500番台特急色こちらが税込み8250円ですで最後こちらシールドビーム改造の一般色が、えー、こちら税込み7920円となっております以上 EF60 型電気機関車でした はいでは最後キハ81系行きますか、えー、こちらはこちらで1枚のチラシになっていましたので今回のトミックスさんの押、えー、し押しだと思いますはいちゃんとハイグレード仕様と書いてありますねこちらはハイグレード仕様で登場するようですキハ81系翼です、えー、実写ガイドここら辺も僕はあまり詳しくないので実写ガイドからちゃんと読んでいきましょうキハ81系は上の青森間の特急初刈りのスピードアップを目的に 初の特急型ディーゼル化として1960年に登場しましたボンネット型先頭車のキハ81系は1968年初借り電車化後は上野秋田間の特急翼へ活躍の場を移しました奥羽本線の板谷峠区間で補機の EF71 型電気機関車が連結されるのに伴い前頭部の連結器カバーが外され露出したスカートの連結器開口部は 六両存在したキハ81系それぞれ異なる形状となっていましたということだそうです。連結器はカバーがねついたんですね、e。ef81 あ,あキハ81っていうねでまあそれが連結しないといけないんでその倒越えるのに機関車で引っ張ってもらうんででまあ外れた姿がああ今回出るということのようです。でポイント一読んでいきましょう。 そのままで E. F. 七十一型と連結できる T. N. カップラーを。両先頭車に装着済み。済みです。両,両側にもう T. N. カップラー先頭車に付いているということです。えー、まあ、但し書きとして E. F. 七十一は付属の T. N. カップラーへの交換が必要となります。と書いてあります。ポイントに。スカート開口部は一番上六番下をイメージした形態で作り分け。はい、えー、機能上開口部は大きめになってますと書いてあります。 なるほどね、えー、この写真を見ていただきますとチラシを見ていただきますとまあそのスカートのこの穴がちょっといろんな形があるみたいですねでまあ上と下それぞれをこう作り分けているようですが実写に比べるとまあその連結器が動く部分が大きいので模型の場合は若干大きめになっているということが書いてあります。まあ、これは仕方がないですね はいポイント36番をイメージした車両には前面窓上部手すりを別パーツで付属きゃ細かいですねこれはまたこの運転席の上の窓の上のところに手すりがつくようですがこれが別パーツということですので、えーまあ、自分でねつける必要があるんでしょうかそれともつけてくれてるんでしょうかね、えーまあ、この辺結構大変な作業が待ってるかもしれません はいということで1968年頃の本線伊達峠区間の編成例が載っておりますこちら国鉄キハ81系特急ディーゼルカー翼セットです、えー、セット量数7両で気になるお値段税込み28,160円となっておりますで最後そちらとまあセットと言いますかねで、えー、発売されます EF71 型電気機関車です えこちら EF71 系も僕あまり詳しくないので実写ガイドを読んでみましょう奥羽本線の福島米沢間にある板谷峠の勾配区間の走行を考慮した交流電気機関車で1968年に登場しました再リスタ装意制御や交流回生ブレーキを採用し勾配用として非常用のブレーキ装置などを特殊な装備も有していました福島米沢間の客車列車や貨物列車の牽引と キハ系特急翼のホ活躍しましまたそうですねやっぱりねか峠,峠越えるのに峠上り下り、ね、上りが急ですからディーゼルカーだけではスピードが出ないということで、まあ、この電気機関車が EF71 がまあ引っ張ってくれたということのようですね。こちらポイントを読んでいきましょうか新規作成による側面明かり取り窓もガラスパーツが入るということが書いてあります。 はいこちらでは気になるお値段いきましょう国鉄 EF71 型電気機関車一時型、えー、気になるお値段税込8,360円となっておりますはい以上キハ81系と EF71 型でしたはい皆さんいかがでしたでしょうか今回のトミックスの新製品発表何か気になるものございましたでしょうか そうですね残念ながら僕の好きな東海地区の車両がありませんので今回はどうしようかなって感じですが、まあ、前回がねボリューム盛りだくさんでして今回がそれに比べるとちょっとっていう気がしますが、まあ、これは世代の違いですね僕らの世代には響きませんが、まあ、僕らよりも上の世代の方にはさっきのキハ8 1とか EF71 っていうのはねすごくおおって思われるかもしれませんし若い方だとこのね 261系とか800系とか209系なんては結構気になる方多いかもしれませんからねもう僕最近北海道に行ったことがないのでなかなか北海道ってちょっと馴染みがないんですよね最後に行ったのは大学生の時ですからもう今からえ何年だ25年以上前あの頃はまだこういう特急走ってませんでしたのでえそれ以降北海道に行ったことがないとちょっと残念です一回行ってみたいですけどなかなか行く機会がありません 九州は去年行きました、まあ、800系を乗りましたあのミッキーマウスの新幹線に乗りましたんでね懐かしいですけれども、まあ、今回もちょっとなミッキーマウスの新幹線なら良かったけどうんどうしようかなって感じです209系はね東京の方は皆さん馴染みがあると思いますんで京浜東北線利用される方はね毎日乗ってみる方もあるでしょう、まあ、気になる方にはね209系なんかもいいんじゃないでしょうかそうですね今回も 空わ感関車も特にこれといってうーんごめんなさい今回トミックさんから買おうかなと思ってる商品はちょっとないです失礼しましたどうもすいませんどうもすいませんなかなかこういうのはね好みがありますからね っってて言い訳ししししどどどううううすするるんんだって話でででけど皆さんどうでしょょかかかね何か気になる商品ございましたでしょうかもしこれ買おうかなっていうのありましたら下のコメント欄にコメント書いていただけるとすごく嬉しいです。はいということで今日は昨日トミックスさんから3月5月発売予定の新製品の発表がありましたのでそちらについてご紹介をしてきましたこんな感じで僕いつも鉄道模型に関する動画 YouTube にアップしてますのでチャンネル登録していただけると僕と一緒に鉄道模型の世界を楽しむことができます。 今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。それでは。